こんにちは。あ、うん、こんにちは。えっと、えっと、あ、STU48 ST 第一期生、大谷マリナです。えっと、今回は、ちょっとですね、えっと30分前に、えっと、配信を始めてたんですけど、あ、終わったんですけど、またね、この喉の調子を整えて、えっと、来ました。はい。あ、こんにちは。みなさん、こんにちは。ジム・ドンさん。あ、はい、まりなだよ。まリナちゃん、見に来たよ。あ、きャわくん、ありがとうございます。 てんな、てん、てん、あ、違う違違うりなてんさん、はいあ、りなてん、こんにちは、こんにちはさっきおりです、はい、可愛い,いからまだ来ちゃった、あ、ありがとうございます、はい、初見です、あ、よろしくお願いしますなんだ、はい、飲みましたでですね、このこのね、かわいい、かわいいっていうか、かわいいコップなんかこの、なんだろう、なんかアヒルアヒルちゃんっぽいね感じの <laughs>、のになんか左右をね 左右うんお湯を入れてきましたお湯っていうかま左右かなおまあ同じか <laughs> 入れてきましたはい声がきれいになったあよかったです大駒さんお帰りなさいあただいまですおかえりおかえりなさいあいおかえり,かえり,い,かえりい,たいただきますじゃないおかえり <laughs> ただいまかただいまだ待ってき待ってたよあ大駒さんありがとうございますまた始めたあはいそうなんですよ喉がね治ってきたのでまたね始めようかなと思ってはい戻ってきましたはい毎度はい毎度 おかえりなさい。ありがとうございます。ただいまです。アクシルイージさん、お菓子会楽しみ。あ、嬉しいですい。私もね、楽しみにしております、はい。こんにちは、かわいい。あ、トマターさん、ありがとうございます。何度見ても飽きない。美人さん、あ、嬉しいです。ありがとうございます。いやですね、もうこの、この左右をね、あ、こうだ、こちら、左右を飲んで頑張りたいと思います。はい、おかえり、ただいまです。えっと、こう、こう、 こんにちは。こんにちは。こんにちは。カップかわいいあ。ありがとうございます。いや、アヒルの、アヒルの顔をしたね。なんか、なんかね、アシロの顔をしたコップです、ね。はい。アシルのコップ、ありがとうございます。は今、えっと、目、化粧してるの化粧はですね、目はなんかほとんどやってなくって、まあ、肌、なんか、ファンデーション塗った感じですね。はい。そこまでしてないです。えっと、 こんにちは、始めました。あ、始め、初めて来ました。あ、初めてだっけ、はじめまいさん、初めてだっけ。うん、ちょっと怖くなってきました。あ、でもよろしくお願いします。握手会で名前を、言われたら、わかるかな。あ、はい、わかると思います。きゃ、わかります。ちょっと覚えていくので。はい、覚えておきます。皆さんの名前をできる限り覚えておきます。はい、でちょっとね、早速、最後、飲みたいと思います。はい、はい、飲みました。<laughs> はい。 えっと、みやちゃん、可愛い,いな。ありがとうございます。こんにちは。ゆうかさん、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。えっと、グダグダですが、えっと、なるべくね、コメントを返していきたいと思います。はい、また遊びに来たよ。えっと、喉の,の調子は大丈夫あ、はい。さっきよりは、まあまあ、良くなりました。ありがとうございます。みやちゃん、こんにちは。こんにちは。けどさん、こんにちは。こんにちは。まってたじゃよん。ありがとうございます。みやちゃん、おかえり。ただいまです。どう合格配信ぶりに見に来ました。 ありがとうございます。嬉しいです。いや、またね、こうやって来てくださるのもね、こう、やっぱ受かったことなので、本当に嬉ししく思っております。ありがとうございます。乃木坂のコーズッツ、握手会行ってきました。あいいな、あれ、いいな、いいな,いいな、本当にいいな。なんかね、私も行きたいんですよ、そういうのね。だから、なんか行きたいです。行きたいです。もうね、羨ましいんですよ、そういうの聞くと。コップかわいい。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。大きなグラス、ジョッキ。えっとですね、普通に今、コップっていうのかなんていうのかな、こういうの。 まあ普通にコブです。はい。アルパカのアルパカじゃない。アルパカちゃんはこっちだ。アルパカじゃないな。えー、っと。あ、あ、あひ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、グレ、グラス、グラス、そうです。グラスです。イェイ、グラス。かわいい。<laughs> おかえり、ただいまです。AKB AK グループで一番好きな歌は ?AKB グループで一番好きなのは、えっとですね。 まあ僕らのユリイカとかまあうんですねはいおマリうちゃんおかえりあただいまですえっとえっとさっきあさっきかな配信してなかったあはいしてみましたえっとですねさっきはね30分前ぐらいにはい、やってみましたけどなんかねその喉の調子が悪かったのでまたねその予くしてあの、来ようかなと思ってそれでもう一回配信させていただきましたと とカズさんこれいつも間違えるんだよカ・ダ <laughs> ・ジ・ズ・カズさんだねカズさんじゃないこれ違うわってカズさんじゃないダ・ジ・ズ・カ・カズ・カズさんカズさんダ・ダ・ジ・ダ・んダ・タ・チ・ズえっとカ・カズさんカズさんってあ、やっぱカズさんって言ってますよねえっと枠試験をかっ取って行きたくなる一言言ってみてえー、ええー。 待っとるけんね、えー、っえっと応援もえっと応援も待ってるけんえっと絶対に来てね待っとるよ <laughs> はい持てそういやいや持てないんですよ全然まあ別に持てなくてもね全然もうね皆様がいるのでえっとあえっとですね星になっておりますすいませんとかわかわいいあ,ありがとうございますねねえに ひひ日傘日傘日傘です日傘ですはい言い過ぎあそうなんですよなんかねもうはい言い過ぎてもうさんか癖が結構あって結構とか <laughs> 今さっきも言いましたけど結構とかはいとかなんかあなんだっけみたいな感じのが多いですねちょっとねそういうのが苦手な方本当に申し訳ないですそれからねちょっと気をつけていきたいと思いますあみくちゃんさん久しぶりですみやちゃん、はい、こんにちは 日傘,って使う日傘はですね日傘はうんまあでもさい最近は最近は、まあ、最近から暑くなってきたのでまあ前はね冬とか、まあ、そこまで日傘とか使わなかったんですけどねあのまあ今年から今年からまあ日,日焼けには気をつけて、まあ、使ってきたらなと思っております。はい、がギ,ギ,ブギ,ブザギブザ,ギブザえっとス,スロー ああ、ごめんなさい。英語がやめなさい。はい、さっき聞こうと思ったので、終わったの,ったので、再度質問。えっと、日の内どころがないマリアちゃんですが、短所は何ですかとですね、あ、すいません。さっきね、ちょっと終わってしまいました。すいません。とですね、短所、短所ですか短所は。 うーんあ日のうち」とかはないことはない,ないで,す <laughs> とですね短所はなんだろうな短所はえっとあでもそのやっぱ短所はなんかですねなん <laughs> だろうええー、短所はいろいろいっぱいありすぎてなんかどれから言おうかも言うんですけどとりあえずなんかそのええー、とりあえずなんか記憶力が悪いのとかなんかもうちょっとね あんまり器用じゃないとことかなんか不器用とかなんかなんだろういろんなことで結構ねなんか間違ったりなんかこうすることが多くていろんな人に迷惑かけちゃうとことかですかね、はい、僕もいつもの挨拶があるのであるのでしますねこんばんはハンバーグあロンさ、ま、マサローズさんじゃあ私もねじゃあマサローズさんを見かけたらこんばんはハンバーグって言います <laughs> こんばんはハンバーグ <laughs> こんな感じかなはい。<laughs> センチさんおかえり、ただいまです。また来ました。えっ、ー、と、放送お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。えっ、ー、と、コウキさん、えっ、ー、と、こんにちは、初見です。あ、よろしくお願いします。もうね、初見さんって言うとちょっと怖くなってくるんですけど、多分えー、でもどうだったっけな。とりあえず、もよろしくお願いします。はい。AKB グループで一番会ってみたいメンバーはえっ、ー、とですね、それはなんかもちろん、もちろんって言っていいのかな。それはもうね、 山本紗友香さんです。歌とかがねやっぱ歌の基準とかで私見ることが多いので、まあ、そこもね完璧だしまあいろんなねいろんなところから見てもすごい人だなと思ってていろんなことを聞いていきたいと思います高校生あ違います。中学2年生です中2ですはい、13歳ですねかわいいありがとうございます左右なんで復活だねそうなんです。左右です 野菜のものなん,んですけどなんかバナナがなんか喉にいいらしくてまあなんかその蜂蜜とかもいいんですけどとりあえずねまあそこにあったので食べようかなと思って食べましたはいカズだよあすみませんじゃあカズさんそのなんかねずっとねこれさなんかカズさんかなって思ってて <laughs> ですねはいカズさんですねすみませんこんさんこんにちはこんにちはもっとゆっくりし話していいよあですねでもなんかね結構ですねなんかいろんなコメントをね読ませていただけるので なんかどううういいい風に読んんんだらいいんでしょかかねなんかもうちょっとゆっくり読むのかゆっくり読んだら他のコメントが読めなくてなんかどういう風に読ん,だうの読んだらいいんだろうなって思っててじゃあちょっとアドバイスをねもらえればもらいたいなと思っているのでアドバイスください。<laughs> 全部読もうと焦りすぎだよあじゃあ,じゃあゆっくりでいいんですかねゆっくりじゃあゆっくり <laughs> ゆっくりまあゆっくりいろんなもののことを言っていきたいと思います。 ちょっと一つコメントありがとうたまに飛ばしても大丈夫だよあじゃあたまに飛ばしてあそり焦るではなくゆっくり読ませていただきますはいテレた垂れ方か可愛い,いあありがとうございます嬉しいですでもそこまで照れることあるかな照れあまあうん山口弁でいいいいじゃんいいじゃんありがとうございます山口弁ね結構使う 多分普通にタメ,タメ口だったらね。なんかいろんな言葉で出てきますね。でも私なぜか知らないけど、チョルは言わないんですよ。なんか。でもその代わりなんかしっとるよ。とかあ、しっとる。しっとるとかなんか取るを使いますね。はい、取る取る派です。取る <laughs>、はい、えっと方言可愛いね。ありがとうございます。方言は結構ね。やっぱ方言ってなんかすごい可愛いじゃないですか。 でもなんか山口弁はそこまで方言はないんじゃないかなって思ったりしてるんですけど何だろうか方言まあ邪気邪ジ邪ケ取るくらいですかね邪ケ取る邪なんか邪ケそうなんよとかうん,うんそうそう邪ケとかうんかなやっぱ知っとるとかそんな感じですねえっとゆりなさんカラコン入れてるカラコンは入れてないですねカラコン入れてないですあれ怖くないですかなんか入れたくないですよでも なんか1回も入れてないんですあなんか言い過ぎだい1回もね入れてたことがなくてあれなんか見てても怖くないですか普通になんか見てるこっちもなんかちょっと涙目になってきちゃって怖いですはいマットル犬可かわすぎるあ,ありがとうございますそうマットるけね本当に待っときます、はい、ほっぺたぷにぷにそうほっぺたぷにぷにですねいやーこれびっくりですよなんか前も言ったんですけど小指の第一関節が埋まるんですよこれほら ほら、第一関節ここなんですけど思ってるんですよねすでにこれびっくりですほらぷニぷニすぎてほらもうこの弾力弾力がすでにすごいです <laughs> すごいことになってますはい。ポニーテールとかサイドポニーはしないのとですね前はしてたんですけどしようかなと思ったりまあ気分で変わっておりますはい私服見せてッキーです私服はですね自分の、まあ、好きなねワンピース花柄 花柄のワンピースになってますはい。やあ待、ま、ってさんや <laughs> やあ、I I、おおおやあいおおおあえっ、ー、とギ,ギブスターストーマリナえっ、ー、とまあでもありがとうございます Thank you. ちょっとね読めない読めないところもあるんですが読めるようになっておきますはいなあけんさん初めて来ましたありがとうございます嬉しいです と st48 と第期生大気性太田芋屋です。グダグダ配信ですが、えーとよろしくお願いします。はい、おかえりあただいまです。イエイ、<laughs> なんか恒例になってきてる気がする <laughs>。はい、マサローズさん、リナテン僕の名前覚えてくれたら嬉しいです。覚え方はマサローズとマサローズの <laughs> えっと叫びます。あ、オッケーです。あはい、<laughs> でもね。マサローズさんね。なんか結構覚えてますよ。なんかね。リナテンって呼んでくれる人はね。 なかなかいないので覚えております。と英語と漢字が苦手なマリーナそうなんですよね。それ、キャッチコピーでもいいかな？<laughs> なんて思ったりもしてるんですけど、まあそれはいけませんね。はいまあ、でも英語と漢字がなかなか読めません。はい、いろんなところでえっ、ー、と間違う。確かにそうなんですよ。いろんなところでね。間違うし、結構物を落としたりするし、壊したりもするし、結構最悪なんですけど。でもね。まあ楽しく。 やって生きてるのやっていきてるって言うか、まあまあね。まあ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 なね人生を送っていけたらなと思っております。まあ中2がこういうことも言うのもなんですけどね。はい、不器用でも一生懸命なところが好きだよ。ありがとうございます。嬉しいです。こんにちは。こんにちは。そこがいいありがとうございます。短所えっと可愛すぎるところ、いやいや全然いいんですよ。そんな <laughs>。んはい、推薦コメントを書くように。特 特技,特,特,技特技教えてと特技はですね、うんまあ、絵とか,なんか習字もやってたんですけど習字も結構、うん、5年ぐらいやってて,って、うんまあ、歌ダンス、うんうんまあ、まあバスケは半年ぐらいやっててバスケ、うん、で、うん、一応応応募も入るのかなまあ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 、まあ、本当にまあまあですよ。<laughs> まあまあ聞きますそんな感じですかね。 動くこと縄跳びとか裁縫とかが得意です。こんにちは。初見です。よろしくお願いします。来ました。可愛い,いしいいわあ。本当ですか。ありがとうございます。いやでもね。まだちょっとごめん。コミュニティなんていうのかな？まあ、グダグダなんですけど頑張っております。でももっと頑張れるよ。頑張れる可愛くなれるよ。頑張ります。シンプルに可愛いあ <laughs> ありがとうございます。嬉しいです。いや、もうね。やっぱりシンプルが一番ですから。シンプル。 ザベストベッキーなんんベストイズシンプルかん <laughs> えっとえっと綾香、えっと、ちゃんの握手会行ったことあるのあるのいやないんですよそれがなんかなんだろうかな握手会とか行くのはなんか実はなんか制限っていうかライブとかもなんか13歳ぐらいになってからなんか行くことになっているので行くことになっているというかなんかまあそっからなんかそういうのはねまだ13歳になってからとかはあったので。 それでいきなかったこともあるんですけど、でもね、やっぱそのなんだろうテレビとかで見てて本当にすごいすごいなと思っております、はい。放送を見ていると真面目でいい子だというのがとてもわかります。これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。とキミキミさんありがとうございます。嬉しいです。いやでもいい子っていうよりはバカな子ですね。はいバカの子ですか。頑張っていきたいと思います。とオーディションを勝った時友達はどんな反応だった。 えーですねあんまりあんまり言わない方がいいのかなって思っててでなんかやっぱりなんだろう最終とかの審査とかでも結構なんか友達から「頑張ってね頑張ってね」とか言われててなんか違う学年なのに言われたりなんかあんまりねそのなんだろうあんまりその学年が違ったりしてて知らない知らないっていうか見たことあるけどあんまり話さない人とかでも「頑張ってね」とか言ってくれて本当に嬉しかったです。 受かった時の反応はまあなんかすごいえ、ね、すごいとか,なんかそんな感じですねはい、はい、かわいいよありがとうございます毎回来てるのに初見というのは覚え,覚えられているか知りたい人いやそうなんですよねでもなんかやっぱり自分でも記憶力とかが悪い方だと思うのでなんかやっぱり印象に残るというか <laughs> 左右 <laughs> 左右うんあさゆがさゆがうん はい、なんかやっぱり何なん,なんだろうななんかでもうんちょっとね記憶力的な問題もあると思うのでできる限り覚えようとは思っているのですがちょっとね忘れてしまう場合もあるのでなんかこうやっぱなんだろうかな覚えれるよう努力したいと思うのでこれからもよろしくお願いします、えっと天来ちゃんこんにちはあこんにちはえっとあっノブんですね、はい DD さん えと7月16、17、STU の幕張握手会、握手初握手会、えーと、会いに行くので覚えておいてください,、はい。じゃあ、なんて覚えてればいいのかな ?DD さんでいいのかなでもなんか、G、ジーンジーンって書いてある気がする。あ、ジーン,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 ンってなってる。じゃあ、ジーさんで思います。はい、じゃあ、ジーさん覚えときます。ジ <laughs> ーですね。はい、気がえっ、ー、と気楽に読めばいいと思うよ。あ ありがとうございますちょっとね結構なんかでもなんか話の話題とかでもねなんかまあなんだろうなんかいろんなことがあってなんかパチパチとか来た時にそれが結構5分後ぐらいにあのコメントをそのコメントを読むっていうのがあるのでどうしたらいいかなって思ってるんですけどあまあとりあえずこのままでいいのかなはい今日あっ、えー、ニックネームは「店内」か「えー、とマリーナですよろしくお願いします、えーと 今日も元気な顔がが見れてよかったよあ,ありがとうございますいや今日も、ね、皆さんもねコメント忙しい中もね本当あ、ほんになんか星とかコメントとか本当にありがとうございます焦らなくていいからゆっくりはっきりと読もうね、はい、はっきりゆっくりあゆっくりはっきり読みたいと思いますあか山口弁でら話そう、ね、あ、はい話したいと思いますじゃあですねまあでも え、でもね、でもね、っていうか、うん、なんて言うい,いんだろう。タメ口じゃないと出ないんですよ。だからどうしようとかは思ってますね。きっと頑張り屋さんなんだろうな。いやーでもね、私まだまだね、努力が足りないとは思うので、頑張っていきたいと思います。はい、自分のペースで大丈夫だからね。みんなも分かってくれているよ。あありがとうございます。いやもうそういう言葉を聞,聞,聞かせていただけるとね、本当に嬉しいです。とる派、とるハ、最高、とるハ トルトルハですね。<laughs> うん。今日最後のシャメ会に行ってきます。あ行ってらっしゃいです。頑張って、頑張ってじゃない。もうね、そのね、皆さんの可愛い、可愛いらしいのね、シャメってください。はい。初見かもしれない、こんにちは。それはひどいです。<laughs> それはひどいですね。まあでも、どうだろう。ちょっと怖いですね。それは怖いです。はい。記憶、ちょっとでも、まあでもね、これからね、こう、こじ,こじ ここじあでも待ってこの人はなんかような気がある気がしんない分 <laughs> かんない分かんない <laughs> ちょっとね分かんなくなっちゃったえっとマサローズさんになっては大阪に来ることはありますかえっと大阪には結構結構最近かな中中2中,中1の時にえっといたことあります大阪はね結構なんかたこ焼きとか美味しかったですなんか2回 行ったことあるんですけど、その1回のが1回行ったのがあんまり観光とかができなくて。だからそのあんまりね。こう充実した感はなかったんですけど、1回目は結構その大阪のたこ焼きを絶対食べたいと思ってて、それでなんか食べました。美味しかったです。方言女子可愛い,い,い方言はいいですね。なんかすごい光が来てますね。今なんか時間帯的かかな。ま3時ぐらいはすごい光ります。<laughs> 光ります。 ゲームいいですね、はい、カラコン怖いそうなんですよカラコンはねちょっとなんなの怖いです普通に怖いです何なのかなカラコンカラカラーコンタクトですよねあれってなんなんですかね茶,茶色くなるんですかねでもなんか一回なんかそういうのやってみたいですなんかこういうあっんか後ろ天使の光やねはい天使の光がパッと来ますね天使の <laughs> ね なんかなんだろうカラコンっていうかなんだろうかっこいいカラコンやってみたいです一回なんか赤とか <laughs> えっと何て言うんだっけななんとかなんだっけえっとなんとかいっていうじゃないですか何だ,だろう片方が違うやつがちょっとなんかかっこいいなって思ってますなんかちょっとねそういうのが好きな人は中二秒なんですけどね私は多分中2秒ですん <laughs> から眼帯とかもやってみたいと思ったりもしてる時点でねはい <laughs> おせるああポテさんありがとうございます、はい、スピカさん山口弁の壊壊「壊れる」「壊れ壊れる」には騙された「壊れる?」「壊れる」れるには騙されるんですねはい <laughs> さやかちゃんのあつくしか言ってこようがあ,あさっき答えましたね、はいいやいや山口弁も東京に行くと違うと分かったあそうなんだねそこまで違うのかなすごいですね、はい、えっと「飯食べてきたよ」「手巻き巻き巻き」あっ い,いです、ね、手巻き巻き巻き手巻き巻きね <laughs> 手巻き巻きね手巻き巻きはねなんかいろんな具材がね美味しいです美味しいですなんか手作りで作ったりするんですけどなんかねいろんなねなんいろんな味を楽しみながらねたまにはねちょっと醤油がドバッとついたりするんですけどいやすごい美味しいですすごいいやもうこのコメントに言ってるとかねちょっと結構多分前なので、ね、でもありがとうございます、えっと、山田なあさんの えっと S、SR、えっと、スペシャル配信、ねえっと天雷ちゃんの話をしたら、歌が、あえー、そう、歌が上手な子って言ってくれたんだ、いやー、なんだろうね、嬉しいですね、それは。なんかやっぱり、なんだろう、歌を頑張ってきたりもしてるので、それでね、やっぱその認めて、認めて、まあ、でも、その歌が上手いって認めてくださるのは、すごく嬉しいなと思いました。 なんか前もねなんかそう言っていたよみたいな感じで言ってくれた方がいるので嬉しいです。はいにプレイしたいそっぷにぷに。いやもうこの時点ですごいと思いませんこの弾力弾力がすごいです。<laughs> ここあのねここじゃないんですよ実は引っ張るのはここなんですよこの何て言うのかなエラっていうのかなここですね。ここが異常に伸びます。非 <laughs> 常に伸びます。 あ、やってくれる？あえっとなんちょっとね。わかりませんね。すいません。はい。戻ってきました。土踏です。あ、よろしくお願いします。そう前もね、コメントありがとうございます。ほっぺた触りたい。ほっぺた <laughs> 代わりに私がね。も、ま、う、あ、自分は普通に触りますね。みゅん服可愛い,い。ありがとうございます。さや姉に nmb の曲で好きな曲を聴いたら、シングルは僕ならのユリイカーが一番好きって。 言ってたよあ、すごい嬉しい一緒ですね嬉しいです、はい、違う生に見えないねいやいやそのことないね普通の中学生ですはい。山口への破れ,れるはあ、すいません星になってますすいません、はい、仲良しメンバーはあこれはね結構聞かれるんですよねまあ、3番のことか8番のことか11番のことかまあ、いろんなこと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 とこ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 とを喋、えっと、ったりしてます いつも可愛いね。今シャメ会で岡田奈さんの恋に並んでいるんだ。お、すごい。ね、す,ごすごいですね。いやもう、岡田奈さんはね、なんだろう、もうなんかもう、なんかもう生で見た時とか、美人すぎてももうなんかね、何でしょうかね。あ、そう、二次元から飛び出したような感じの方でした。なんかもう、な,なんだろう、女性でもすごいかっこいいってなるとかなんか髪がね、伸びた頃はすごく可愛くて なんかその切った今のね切った感じとかでもすごくなんかかっこいいとか言うかなんかこう上品な感じだね出た感じがすごく、うん、かっこよかったですで、はい、もういいですね会いたいですはい方言はどんどん使った方がいいよあですね方言はですねまあ敬,敬語って言うかなこのですとかね使うときにはあんまり出ないんですけど、はい、まあ出したいと思います、はい、英語の文が読めたら読めないのでえっと えっと出たら読めないのでえっとははえっとなんだっけなえっとわ馬術じゃない会話会話かいやちゃちゃちゃえっと通訳か通訳できる人はいませんかあそうなんですねそうそう言えばいいんですね山月千の破れ破れるはわからんかったえ、破れる破れるはえ嘘破れるって言いません髪が破れるえ髪破れたとか いませうそすごいえ髪がぶれとるとかえー、嘘うそ髪がれえー、まあ同じことか <laughs> はいおはいオッケーはい OK ですはいライオンズ対えっとファイターズのえっと TV 中継でライオンズを応援し,していましたあそうなんですねえっとですね私はですねどっちかというと巨人ファンですねはい巨人はですねなんだろうなんだったっけな あ、そう、お父さんとおじいちゃんがファンで、まあ、よくね、こう小さい頃から野球の番組とかをね、なんか違うアニメの番組とか見たかったのに、そっちを見せられてきたので、まあ、どっちかというと、まあ、巨人ファンなんじゃないかなと思っております。はい、破壊や破壊しました。すいません。ウィンクして。はい。オッ OK かなはい。すいません。えっと、試合途中ですが、戻ってきました。あ,ありがとうございます。嬉しいです。コメントの えっと、返事より、マリーナちゃんのお話が聞きたい。あ、そうなんですね。じゃあ、何を話そうかな何を話そうじゃあ、なんかいろんなことを話していきたいと思う。あ、じゃあね、昨日みたいに質問したいと思います。質問、なんて、デロ,デロップに書きたいと思う。質問質問コーナー。質問コーナーしてますかな質問、も、んコーナーコーナーかなコーナー。 受け,ん受け付けますでいいかな受け付けてます。これって絵文字も出るのかな多分出ると思うので。うんあこの絵文字がかわい、はい。できた。質問コーナー受け付けてます。どしどしお願いします。 のね、何から話そうかな自分のことをねまあ,あじゃあどうなのかな普通にこうあちょっとねちょっと読めなかった方はすいません真ん中来たかはい僕も山口県住んでて巨人ファンだよあそうなんですね巨人はいいですよね、はい、巨人はいい坂本選手かっこいいね坂本選手はえー、っとですね多分あの人のかなとは予想ついてますかっこいいねああでもすごいなんかやっぱ うん、でもこう振るときとかね、ずっとね、手とかがすごい疲れるの、絶対疲れるだろうなって思ってて、すごいと思う。リコーダーやって、リコーダー、リコーダーは多分今ね、学校に置いてますね。すいません。今度、えっと、あ、星になってます。はい、星になっております、はいと。ジャイアンツファン、いいね。あ、ジャイアンツファンですね。はい。広島県福山から、あ、福山、そうですね、福山と言ったらね、なんだっけな。 あ福,山ん福山に、ね、住んでる、ね、友達がおりますねと。関西弁だね。関西弁ですね。オニオン大好き。オニオン、オニオン。あ、玉ねぎは好きじゃないです。<laughs> 玉ねぎはあんまり好きじゃないですね。よい,いしょよいしょ。背高そう100。まあ、もそ,こもそこそこですね。はい、<laughs> お初です。おいつくつですか ?13 歳です。あ、けンゾさんですね。 マジか。すごすぎる。ありがとうございます。あ、星になった。に、ね、ごめんね。いえいえ。顔が、やおい。顔がやおいです。すごくやおいです。<laughs> はい。あ、じゃあね、あの、握手会でも伸ばしたいと思います。しんさん、初コメさッしーと話すことかあるのあ、話したことあるのいや、まだ話したことないんですよ。話してみたいと思います。と、ボケてるからレンズ拭いてみるといいかも。こうですかね。いきます。どうかな。 置いてみるってでもね何で吹けばいいか分からないからねとりあえずまあでもこれでやりたいと思います、はい、引っ張れてるとこは星が少ないところなんだようんおお <laughs> ありがとうございますペニペニペニえー、っと今日も配信ありがとういえいえありがとうございますすごすぎるあありがとうございます引っ張りたい <laughs> かわいさで熱もうっ飛ばすしかないはい頑張ってください 天来ってこの文字でいいのあはい合ってます。えっと、友田さん合ってます。えっと、13歳です。はい。ですね。夏用のように暑い。そうなんです。よ、暑いんですよ。あっ、音アイだ。音アイですね。音アイやってみたいです。12秒です。はい。えっと、星座は天字座なのですが、相性がいいのでいい。ああ、すみません。星になってます。はい、カランコン怖くないですかカラコン怖く 怖いこう、やったことないからわかんないんですよねすいません握手会であったらベビューとこのことの話はね8月のライブに行ってくるよなんとなんと私も抽選したんです当抽選じゃない、当選したんですよパチパチパチベビューとライブ当選しましたいい,いやもうお知らせが来た時は本当に泣くかと思いましたいやもうね、これがね初のライブなので本当にもう本当にもうね もう13歳にね、本当にもうパチパチです。はい。えー、っと、あ、イングリッシュマンさん、初コメです。えっと、おう、おうあ星になってます。あ、はい、大谷マリナです、はい。よろしくお願いします。めっちゃ可愛いありがとうございます。と、水がめざなんですね。あ、はい、水がめざです。水がめざになっております。あと10分で、今日最後の写真。お、そうなんですね。えっとですね、どうしよう。ちょっとね、最初の方に行,行こうかな。 どこだろうん真ん中来たかあはい真ん中ですはい <laughs> えっと何ぽ何あちょっとすまみません読めません何度大丈夫ですかえっ、ー、とまあまあ大丈夫ですはい <laughs> く時間だまたこれあはいどんどんさんいってらっしゃいですルーニーとえっ、ー、とシーはランドはどっちが好きええー、普通でもうん選ばれないけどディズニーですね名前よねえっ、ー、と山内山口県道健 厳密であってるのかな山道さん山みいや山山内さんだ、はい、山内さん、はい、エコーダーやってすいません学校にあります、はい、得意なダンスのジャンルはとですね得意なのはうーんなんだろうジャンルジャンルとかはあんまりわからないんですけど結構4曲 j pop とか結構踊ったりしてますいやもうね曲が流れると踊りたいという気分になりますね ひなてんさんはい。もし関西で握手会があれば絶対行きます。あ、ありがとうございます。嬉しいです。マリーナは stu でどんなことがしたいと私はですね。うん、stu でやっぱいろんなこともね。なんかこれからいろんなことが学べると思うので、それね。どんどんこう。やっぱりうん。吸収してなんか自分のやってないことなんだろう。なんか、その演劇とか全然一回もやったことがないので、そういうのをやってみたいなと思ってます。 ソプラノもソ,ソプラノ <laughs> はい、持ってないんですよ。すいません。アルパカ、アルパカさんあ、アルパカちゃんです。マジか、すごすぎる。ありがとうございます。ごめんなさい。阪神ファンです。あいえいえ、全然全然,全然全然。いや、もうね、いろんなね、いろんなところもね、皆さん頑張ってすごいと思います。ね玉ねぎは、えっと、記憶にんやで、あっ、そうなんですかね。でも、 あ,あそっか、ざっきーかな。なんか、ネギと玉ねぎ嫌いなんですよ。だからかな。ちょっと、ネギと玉ねぎ食べますね。若いな。ありがとうございます。電,話電車に間に合わないので、この後、えっと、幕張まで、駅までダッシュ。あ、頑張ってください。ダッシュです。STU 活動で行ってみたい場所は場所は県やどこですかえー、っとですね、STU で行ってみたいのは、あ、そう、その前も言ったように大橋、大島大橋がすごく綺麗だったので、そこにも行ってみたいですね。 山山口口ななんかはい県です水泳は得意かな水泳はまあまあですねまあ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 普通の感じですはいえっと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 あこれはまた読めない事件が発生しましたまあでもダンスがすごいすごいっていやもうダンスはねダンスはダンスでも得あ 聞き,きすいません。ちょっとペンがねキき,きって言ってしまいました。うーん、なうん、まあ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 、まあまあ、得意なんですけど。でも上手いのかな？でも上手くなれる。頑張ります。はい、ゆみこさんと2人でショールーム配信を希望します。楽しそうだからあそうなんですか。いやでもなんかうんすごい可愛らしい。可愛らしいというか、なんか笑顔が可愛いです。ソフトああ端になってます。すいません。 そうなんですかど,どうすればいいのかなこれ。服をつ用意しとけばよかったですね。今日暑いよね。はい、そうなんじゃい暑いんですよね。はい。マリーナに早く会いたい。私も会いたいです。そろそろしゃめ返しするからまたね。あ、またです。マジかおめでとうあ。ありがとうございます。皆さんまた来ました。あ、まさとまさんありがとうございます。大光さん、当選おめでとう。イエイ。<laughs> いやーもうね、行きますよ、本当に。9 <laughs> 月に握手会行くから、それまでに覚えてくれたら嬉しいです。あ今日はくんさん覚えてます。ありがとうございます。香水はつけてるるい、るいこさん。香水、香水はつけてないですね。はい。小竜のあんな字か、えっと、文字が欲しいになることがあるよね。あそうなんですよ。だからね、ちょっと読めないです。申し訳ないです。さすが。ありがとうございます。のりみちって読む、読む、読むよ。あ <laughs> すいません。のりみちさん、よろしくお願いします。 えっと、羅折花,花火さん、初見です。えっと、ふふんは、はおしけファ、ファミリーの、えっと、花火と申します。えっと、おちょ、おちょ、あ、おちょちゃんとね、コラボ動画する、あー、ちょっと欲しいなってま、ま、動画するってことですかね。うーん、まだ予定はないですね。できた、はい、したいと思います。 将来 STU48 が全国をツアー,ツアーするとき、えっ、ー、と、大阪、大阪港で現実してほしいです。あ、実現してほしいです。そうですよね。ふりちゃんとね、ふりかさん、ありがとうございます。今は、えっ、ー、と、チーム、えい、ー、とおしですク幕張までに、マリアちゃん、おしになって、生きていきますね。ありがとうございます。ジ g, g さん、ありがとう。JGG だね。ジジさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、演劇もがんば。はい、頑張ります。テレビ、えっ、ー、と、番組してほしい。 そう、私もしてみたいです。スーちゃんはライブで見るのは初めてかな。えっ、ー、と目線をもらったのええ。まあ、私はどうなりますかね？なんかなんでしょうね。なんかもうなんでしょうね。もうこれもう生きてて良かったと思います。とりあえずもう生きてて良かったって思いますね。はい、<laughs> はい、もう楽しみすぎて、もうテンションが上がっております。<laughs> もうそれまでにもう歌とかもね。もう何回も聞いてね。何回も聞きます。 アルパカちゃんと何年一緒にいるのアルパカちゃんはね何年ですかね結構いますねうん結構何年生の時だからう,ーんいうん5年5年ぐらいいますね5年ぐらい家におりますマヤちゃんとアルパカちゃんかわいいあ,ありがとうございます嬉しいです内容気をつけてあはい気をつけますでも余裕はねあんまりないので、はい、STU 余裕改装

えっと辛い野菜ですよねそうなんですよ、ね、なんかこうしなってなったらなってたら全然甘くて大丈夫なんですけどなんかなんだろうなんか前すごくななんだろうなそのお姉ちゃんとなんだろうなんか机になんかこう切ってなんか料理にしようと思ってたとは思うんですけど切って置いてあったんですよでほんまに小さい子ですよなんかもうなんだろう幼稚園とかそんな感じでなんかこれ美味しいのかなって思って生で食べてみたんですよ じゃもう辛くて、もうそこからトラハまでもうダメになりました <laughs> と。と将来の夢は、将来の夢はなんかいろんなところでも活躍できるような人になりたいと思っております。はい <laughs> ですね。大島大橋、眺めがええよ。そうなんですよね。もう綺麗すぎてね、もう見とれてしまいました。ミ、は、ヤ、い、ちゃんのパフォーマンス早く見たいな。私もね早く皆さんの前で披露したいです。フォローしました。達也さん、これからも活動頑張ってね。 頑張ります。ありがとうございます。はい、でちゃんとも配信してほしい。あはい、いつかね、がむがうん、実現できるよ頑張ります。歌がめっちゃいいんだよ、マリーナ。あー、ありがとうございます。いや、歌はですね、本当に好きなんですよ。だからなんか、なんだろう、家でおっても、家によってもなんか、お姉ちゃんとかいきなり私が歌い出すんですよ。なんかいろんな歌を歌って、で、そしたらお姉ちゃんがハモってくれたり、その合わせてきたり、なんかそういうのがね、すごく楽しくて、急に。 歌っ,てきます歌っていますななちゃんが歌が歌上手いいっって言って言たよいやもう本当に嬉しいことですよね先輩からそういう風にね言われるのは本当に嬉しいしその岡田奈々さんもすごく歌がねすごく上手いのでそういう上手いから上手い方からも言っていただけるのは本当に嬉しいです星は禁止用語になりましたので一字ずつ句点あ句読点を挟みましょうあ,ありがとうございます AKB の初代 初代総監督の高橋みなさ、南さんの愛しさのあ,しあいとし愛あいとしさんのアクアクセルって曲をやってほしいなあじゃあ覚えておきますねいとしさんのアクセルじゃちょっと書いておきますいいよのアクセルですねありがとうございますときま読んできます、はい、最後にランキング読んだらみんなで喜びを ラン,キランキング読んだらランキング読んだらみんなで喜ぶよランキングランキングランキング <laughs> 何に当選したのとですねベビ,ビーメタルのライブに当選いたしましたイエイベビ,ビーメタルはね元からあのか結構前からファンでそのベビ,ビーメタルさんのねのそのスーさんスーさんっていうか、うん、まあまあスーさん中本鈴鹿さんにこう憧れっていうかその まあ歌ととかすすごいなと思っていてファンです、はい、ダンスの振りを覚えるのは早い方とですね、まあ、ダンスの振りを覚えるのはまあ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 なぐらいなんですけどそのまあ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 早いぐらいなんですけどでもなんか忘れるのがすごい早くてだからちょっと不便ですねはい今のミニオンパークに行きたいのミニオンパーク,ミニオンパークあでもユニバーサルのまだ ハリー・ポッターに行けてないんですよ。だから行きたいなって思ってて、でも修学旅行でね、多分あると思うんで行きたいと思います。それじゃあ一緒にごと行ってきます。あ行ってらっしゃいです。あ固まった、固まりましたか。そ,それは何て言うか。えっと、梅市さん。えっと、マリアちゃんの、えっと、半分は何でできていますかえー骨でできています。<laughs> 骨でできていますね。はい。<laughs> こんなんでいいのかな今日、はい、今日はく、い、ん、またね。あすごい、ファンの同士です。 うん、<laughs> はい、頑張ります。あめっちゃ握手会めっちゃ楽しみやねん。あ、そうい関西弁いいですね、はい。はい、私も楽しみです。頑張って頑張ります。アルパカちゃん5歳か <laughs> ですね。5歳ですね。じゃあどうしようかな。こっちでもってと9時の大阪のあ9時じゃない。9月だった。 大阪の、あ、りょうさん、りょうちゃんさんねいつもね、コメントありがとうございます覚えておきますすごく可愛いので、学校でも手めたじゃないですかいや、そんなことないんですよもうん、ね、一回も付き合ったこともないしそんなことも全然考えたこと本当に考えたことないですねまあ、でもどっちかというとね、なんかなんだろうかなその、アニメ、アニメが好きなんですよアニメも好きだし、ベビーメタルも好きだし なんだろうそこまでねそういう恋愛には興味が興味がないって言っていいのか分かんないけどまあ興味はないんですよだからうん何だろうかなあうんそこまで、うん、そこまで興味はないですね、はい、マリナはお料理しますかお料理はまあ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 しますねなんか卵料理とかだったらうん <laughs> まあ簡単なねものはちょっとは作れるんじゃないかとは自分でも思ってます 玉ねぎとか生は辛いそうなんですよだから小さい頃の私がバカなんですよそれがなかったらもしかしたら食べれてたかもしれないんですけどやっぱり何なんだろう私は玉ねぎの生がどうしてんかあの出てきてどうしても食べなきゃいけないって時はこれはもうきゅうりなんだって思いながら食べますはいあアニメって何が好きなの何読んでるの読んでるっていうかね普通にまあアニメを見てるんですけどうん,うん水が <laughs>。 とですねあとアニメは配給今は俳句が好きですね配給は何だろうかなそうまあ普通にねまあ皆さんもね知っていると思うんですがアニメあもう今は配給です今はなんかいろんなのが好きになるんですけどあ昨日どうしようこっちで読んだ方がいいのかな昨日言ってたねあはいそうなんですよ昨日から言ってましたで,ですねやっぱその何だろうかな配給はねまあ結構 なんか私ね結構熱くなるタイプなんですよいろんなことにだから結構熱くなっております <laughs> と最初は甘いたまねぎもあるよねあるよあそうなあそうなんですよだからそういうの聞いてえー、って思ってたんですけどまあでもそこまでそういうことでもないのかなって思ってます <laughs> 今好きなドラマありますかドラマはですねえっ、ー、とですねあれですあれですうんと「僕は運命の人です」みたいな感じのドラマが好きですねなんかそういう なんだろうかなあれなんて言うんだっ,たっけななんかお父さんが好きなんですけどな,なんだったっけなそんな感じん,んかそんな感じのですねそういうのがすごく好きです配優は仙台が舞台だあそうえそうなんですかなんかうんあでもカラスの高校は宮城県そうなんだ仙台が舞台になるんですねマリの超かわいいあ何色が好き赤が好きですあニックニックマンさんありがとうございます昨日言ってたねはい結構ね最初になっちゃいました STU がまだ星ですね。すいません。そう、アニメ、あ推薦コメントありがとうございます。骨、<laughs> 骨なんですって。だって骨じゃないですかはい。<laughs> ななちゃんがショールームで歌があそうなんです。本当に嬉しいことです。ちょっとね、いろいろ見てみたいんですが、ちょっとね、バーっといきます。iPod のケース見し,見して、あ、OK です。そうですね。この端末はね、実はね、自分 あなんだろうこっちのね今こう配信している端末は実はねお姉ちゃんのものなんですけどなんか多分こっちの方が配信がねあのなんかスムーズに前よりいってたのでお姉ちゃんの方にやってるんですけどよいしょ自分の方はちょっと大きいんですけどよいしょほ <laughs> 取れませんなかなか取れないですねちょっと待ってくださいねあこのまま見せればいいのかなこんなベビーメタルさんの これもね実はなんかファンの方からもらったんですけどすごくかっこいいですはじめましておーちゃんさんはじめまして配信中も気軽に歌っていいんだろうあっだ,だよ <laughs> だろうってなってしまった AKB 系のみねあそうなんですよ歌歌歌いたいですね歌歌いたい <laughs>、はい、ライブのすーちゃんみたいな派手なメイクにあともそうですかもうギロってね目をねすごいパッ あれなんですよねすスーさんはねなんか「すーさん」って呼ん,んでるんですけどいやもうすーさんはですねなんかまあなんでしょうかねそうなんだろうかな何 <laughs> なだろう多い,いなか普段んはなんかこう消してるらしいですよオー,オーラっていうかなんかそういうのなんか消しててなんかなかなか気づかないっていうのがあるらしいんですけどなんか気づきたいですね自分はいえー、っとちょっと飛ばしていきますねすいません 配給最高そうなんです。iq 最高です。目指しは中本すずかですか？はい、そうなんですよ。13歳はいそうです。憧れの先輩はいます。いますか？憧れはですね。まあ、そのなんだろう。akb グループじゃなかったらえっとます、あ。あのすーさんなんですけど、えっと akb グループさんだったら、山本さやかさんが一番好きです。漫画勝てるよ。あ、そうなんですか。漫画漫画ではね。あんまり読まないんですけど、あれですよ週刊ジャンプですよね？ ジャンプはあんまり買わないんですけどでもねなんか今はそのなんだろうなんかほんまに一気に見るタイプなんですよだからもう4日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 でなんだろう配球の1期から3期まで全部見たんですよ本当にハマる時はハマるんですよだから多分今回もねガチハマりです、はい、とっ BOH さんえっと 多分知らないですね。すみません。はい、えっ、ー、と。あ、そうそうそう、そうです。木村、えっ、ー、とー、あー、すみません。読みません。そう、亀梨んとかね。その、はい。よ、うん、そう,そうそうそう、出てるやつです。すごいね。なん、なんだったっけな。あの、勇者よしぴこ、よしひこさん。 のなんかその監督さんがやってるんじゃないかと。自分でも予想しております。どうなのかな？っていうのかな？なんか話的にもね。そんな感じだなって思ってて。俺も好きあ嬉しいです。黒子のバスケも好きあそうなんですよね。なんか配給から黒子のバスケもなんか、なんか結構まあそういう感じかなって思ってちょっと見てみたんですけど、すごくなんかいいいいっていうか。まあこう青春っていうか？ そのまあ、黒子さんがね黒子さんがね黒子さんがすごいあっだるまありがとうございます黒子さんがこうなんだろうこうシュワッとねなんかああいうの好きだなって思いますねなんかなんでしょうねすごい色光が <laughs> 光がすごいうん素敵ですはいハイ配給のキャラでは山口が好きなのですがもりゃちゃんは誰が好きですかえーですねハイ配給あ山口もいいですねあの <laughs> よくあの月ね突っ込まれてますね山口うるさいと、はい えっとですね私はうーん鍵山も好きなんですけどひなたも好きなんですよいやーでも何だろう明石も好きなんですけどいろんな人がね好きなんですけど、えー、今はうん鍵山ですかねでもひなたも可愛いんですよね迷います、はい、<laughs> かっこいいかっこいいありがとうございます最近好きなになった映画が「えっと、君に届け」ですあったらあ温かい青春映画ですあ 青春映画あんんまり見ないんですよ <laughs> すよませんでもでもそういうのも好きなんですよねだからな何,何だろうかなそういうねそういう映画もねちょっと見てみたいなと思っておりますケースえっ、ー、と熱、ね、いそうなんですよもうケースはねもう本当に可愛いです。スマホケースいいねああありがとうございますコスメのメーカーは何コスメのメーカーはそこまで決まってはないですねなんかいろんなものを使っております とで一緒だった時期あるのそれがそれがないんですよなんかちょうどちょうどっていうのかなでもなんかそのはいなんかやめて入ったみたいな感じなんですよだからもうそれはもう惜しいです本当に惜しいですもう本当にため息が出るぐらい本当に惜しいんですけどはい惜しいですはいもうベビービメーターコンサート当たり当たりませんあ当たらないんですか私はですねなんか何だったっけな10代限定の に当たた。りましたなんかね他にもいろいろ抽選っていうかまあそのしてたんですけどでも当選はしたなんかしなそれしかねしたなかしなかったので、はい、でもね当たって良かったですと STU はまだわからないですが来ましたあはいドルオタですえっと48も含みます水木で覚えてくださいあよろしくお願いします水木さんよろしくお願いします何か歌ってほしいなハルさんえー、何歌おうかな何がいいのかなとりあえず じゃあ、ちょっと、あの、なんだろう、ちょっと待っておきます。何立ってほしいか。ちょっと分かる限り、分かる、分かりそうだなーっていうやつをやください。v i v みたい行くの初めてはい、そうなんです。あの、ライブ行くのも初めてで、なんかそのライブ自体っていうか、そのライブを行くのな、なんていうの、そのアーティストじゃなくて、そのライブに行ったことがなかったのですごく楽しみです。いや、なんか、なんだろう、ライブはその13歳までに、までえ ?13 歳、あの、 から行っていいことになっていたのでなんかいる家の決まりというかそんな感じなんですけどそれでなんか行けなかったんですけどでもこうね行けたので本当に嬉しいです、はい、乃木坂の姫たんの姫田の妹そうなんですよ姫たんもね可愛くて姫たんもスクール生でそのなんだろうスプラッシュを言ってました、はい、いやもうねひめたもね語るとすごい長くなるんですけど なんか姫田もうなんかなかなかねああのせあの選抜にねなんかあんまり選ば,選ばれなかったりしたんですけどでもやっぱりこういう今ねあの選ばれたりねしてもうなんかそのやっぱ努力のね努力のた、ま、たものっていうのかなもう本当にねもう本当にもうこれからも頑張ってほしいです、はい、もう自分も頑張ら,らないといけないんですけどねはいすんさんさやね素敵だよねそうなんですよ本当にね素敵なね方だと思っています、はい、えー、っと 端末貸しててくれるのってやすよつなっいねんだねえっと最近一緒に遊びに行ったりするえっ、ー、とですねあまあ端末貸してくれるの本当にありがたくてうんお姉ちゃんはですねなかなかねなんかこう勉強が忙しくてなかなかこう一緒に出かけるということはないんですけどまあカラオケに行ったりいろんなねこうに行ったりしておりますはいえっとわかるあわかるありがとうございますランキンキグはえっと画面の 下ののまで,13位までのアバターじゃあ、ね、ちょっとねじゃあ10名様にねちょっとあのまあね読んでいきたいと思いますじゃあ全部ね全部、うん、全員ね言っていきたいと思いますじゃあじゃあ13位からね13位プリプリプリリンさんにありがとうございます えっと十二えっ、ー、とえっ、ー、とあっ8宮じゃないなんかね多分多分とんかねこの人をね呼んでくださいって言ってた気がすちょっとね8宮さんかな、はい、ありがとうございますえっ、ー、と十一位さん十一位サク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 ,サクなんか11って書いてますねありがとうございます十位ハルさんあありがとうございます、はい、えっ、ー、と九位 えっと、きわくん、ありがとうございます。えっと、八えっと、げんさん、ありがとうございます。えーえっと、あ、七位ですね。七位。えっと、めんどく、めんどいの好きさん、ありがとうございます。うん、声がですね。うん、声が。はい。六位、えっと、大根さん。えっと、五位は、はまちんさん、ありがとうございます。 新次さん、あ、四員新次さんありがとうございます。えっと三員リコポマさんありがとうございます。と二二ねさんありがとうございます。一位トニさんありがとうございます嬉しいです。はいといねいろいろ返事してくれましたありがとうございます。いすはいはい、まと,いすと、はいね、これからもえっとコメントとかねどしどし待っておりますのでよろしくお願いします。山藤彩花さん確か に綺麗なメンバーですよね。そうなんですよ。声が。そう、素敵などん、なかなんだろう。独特なね。こう、独特な、こう、なんだろう。その妹さやかさんにしかないような。声というか、声質というか。でも、なんか。他のね。うーん、声が。ん。他のなんか。うん。うん。<coughs> <coughs> <coughs> うーん、はい、他のメンバーさんとかああ声が他のねアーティスト担当家とかも負けないような <laughs> 負けないようなね歌を歌っているのですごく素敵だと思いますあー声がやばいです、はい、うん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 あゆっくりで大丈夫ありがとうございます、うん、う,んう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 んはい OK です うん、ベビビンバが好きなの？はい、よしさん、ありがとうございます。はい、ベビビンバがね好きなんです。はい、わかる、ありがとうございます。私も、あ、嬉しいです。キムラフミノさん、そのなんかねすごく美人な方ですよね。なんかもうこういうね人になりたいなと思いますね。はい。えっ、ー、とビムとカミバンドの、ばカミバンドのえっ、ー、とベーシストさん、あ、そうなんですね。カミバンドさんはねあまりあまりというかねでもあのだいたいね三人は <laughs>。 三人を見ているのででも神ワンドさんもなんかなんんだろうこのこうドラムとかなんかそのライブ DVD とかでよく見るんですけど足ドラムドラムの足がねバ,こうバババババって踏むじゃないですかそれをしながらこのこの何て言うんだろうこの手の手さばきとかそそののなんだろうその休憩中っていうかあのそのそ三人がね休憩している時もすごくこうババッとねギターとか。 そのいろんなね。楽器をしててすごいかっこいいなと思って。なんか最初はねこう。最初見た時はすごい。なんか怖そうだなって思ってたんですけど、なんかすごくもうなんか。やっぱ世界でも活躍ねさせさせさ。世界でも活躍している方なので、すごく上手くてすごくすごいと思います。も <laughs> うなんか、そのそれもそれに負けじっとね。その3人もすごく全然劣ってなくて、もういろんなね。ところもなんかいろんなところで。 もすごく完璧なグループだと思っております、はい、<laughs> スポーツアニメ好きなんやねあ、でもスポーツアニメじゃなくてもあ、ウィンクしてはい。<laughs> はい、<laughs> スポーツアニメ好きやんじやねスポーツアニメも好きなんですけどでもなんかね普通のなんかなんだろう暗殺教室とかなんかいろんなアニメも好きですね、はい、前はですねアニメじゃないけどゆっくり実況とか東方とか本当に好きでした ハクレムとかね、好きでしたね。えっ、ー、と、えっ、ー、とは、あ、ゆき、ごいというのが歌が好きになりました。あ、そうなんですね。あ、だんな。あ、その中に、ちょっと思い感じです。ですけどね。えっ、ー、と、日ハムの、あ <laughs> の、大谷の、おえっ、ー、と、親戚、違います。<laughs> 違います。そこはね大、ま、大谷あんまりいないんですけど、多分違うと思います。ちょっと飲みます。 多分ね、はい、違うと思います同じ山口県出身の AKB 研究生のえっと泉さんは知っていますかすいませんちょっとわからないです勉強ですね、はい、えっと戦闘系のアニメとか見ないの戦闘系戦闘系ですか戦闘系で言ったら何があるかなうーんうーん何があるのかなまあまあうん、まあ、まあまあですね でも,まあ、でもね、うまるさんとかもね、なんか見てて癒されますね、はい。いろんな、でもアニメはね、本当に好きですね。はい、クロコノバスケの映画見ましたかいや、クロコノバスケはですね、最近、最近というか、最近見たので、あんまり見あの、そういうのはまだ情報はないんですけど、あは,はい、はい。<laughs> はい、すいません。えっと、すいません、おじいちゃんが。<laughs> はい。 すいませんじゃあちょっとね一回降りたいと思いますすいません、はい、バイバイもう一回ね配信しますバイバイ